皆さん、もごもごです。朝鮮の25代王の潮長は33歳の時に病死してしまいますえ。残念ながら後継者はなかったので、家臣たちは次の王を誰にするか悩みました。 えー、後継者がなかったので、えー、近い親戚とかには王族の男がもういなかったんですね。なので遠い親戚から遠い親戚から次の王を選ぶことにしましたが、えー、16代王の院女の三男の6代目の子孫が 佐藤世者の四男の養子になったことがあり、この養子の孫がョンでした。えー、当時、朝鮮という国は王権というのは持ちに落ちたので、家臣たちはただ自分たちの権力のための操りの王が必要だったので、遠い親戚というのは意外と条件が良かったかもしれません。なので、家臣たちはこの古城を次の王 として選びますが、えー、つまり最初から操り王としてスタートした小庄ただし小庄の後ろには小庄のお父さん、フンソンデおんぐというすごい政治家がいました、えー、なので家臣たちから権力を王族に取り戻すことはできましたが小庄、えー、としては残念なものが えー、フン,ンデ天ン軍もかなり権力欲がすごかった人なので、えー、実際の王としてお父さんが活動していたので結局、古ンが操り王だったという立場は変わらなかったんです。 もちろん、これは、古城にとっては、面白いことではなかったでしょう。古城は、自分の妻、民主と、その一族と手を組んで、自分のお父さんであった、フンソンデおンを追い出します。えー、これによって、古城が、やっと自分が追うとして、権力を使うことになりました。じゃあ、今日は、この、 朝鮮の最後の王、そして最初の皇帝、古城の話をしてみたいと思いますが、古城の話をしようとしたら時間がだいぶかかります。なので、今から朝鮮近代とかを話すときに古城はいつも出てくるので、今日は古城の性格というところに注目して皆さんに紹介してみたいと思います。じゃあ 古ンは先ほど言ったように自分の妻そしてその家族によって、えー、自分の王としての権力と権威を取り戻した取り戻すことができた王なんですね、えー、なので古ンとしては自分の妻とその家族に、えー、とてもありがとう気持ち持てるでしょう、えー、なので古ンは移民氏一族にかなりの権限を与えますが 故郷の一番の問題はここだったと思いますじゃあ話をちょっと過去の話をしてみると朝鮮の三大王の帝順伊万ンも、えー、自分の妻だった、まあ、ちょうど敏司ですが えウォンギョンワンフーン、民ンシとその家族のおかげで王になれましたが、このテジョン・イバンオンが王になってから一番最初にしたことが、自分を手伝ってくれたこの民ン氏一族を皆殺しします。もちろん妻は殺さないんだけど、妻の兄弟を殺してしまいますね。これは皆さんが話だけ聞くとイバンオンがひどいかもしれませんが、えー、結局歴史を 見てみるとイバゴンの息子4代王正城大王が能、えー、力を存分に発揮できたということなので、えー、王権の維持そして国から見てみると正しい判断だったと思いますつまり朝鮮の王様の仕事の一つは自分の妻の家紋の人たちを牽制するという仕事もありました これを最初に破ったのが、古ンですね。古ンは、民氏に何でもやってと言って、いわば、リミター解除をします。民氏と民氏一族としても、古ンにいわば、投資をしたので、その投資した保証を返してもらうために、かなり権力を使って暴れてしまいますね。このことに関しては、以前の動画を参考してくださいね。 でただ、古ンが無能な王だったわけではないと思います。 古城の父だった、え、ンデ孫令軍は、鎖国政策をしてて、え、と日本に比べて、朝鮮の改革が遅れることになりますが、古城は自分が王になってから外交、つまり海外との交流にものすごく興味を持ちます。え、今まで朝鮮が親として、やってきた信が戦争に負け続けるのも見たし、 で今まで自分たちが無視してきた日本という国が改革に成功してものすごいスピードで成長しているのも見ています。古、えー、ンはここで世界が変わっていることに気づきました。なのでいろいろ外交に力を注ぎますが、えー、残念ながら情熱はあったんですが能力は足りなかったんですね。 日朝就航長期というのを1876年、えー、日本と朝鮮が結びますがこの条約は朝鮮最初の近代条約だったんですね、えー、最初の条約だったということなのでいろいろ知らなかったようですなので結果的には朝鮮にとっても不利な条約を結んでしまいますもちろん日本としてはラッキーだったんですねつまり古城の朝鮮は何かをしようとして たたんんでですすが能力は足りななかった感じなんですねこれを見ていた朝鮮の若者たちが動き出します。朝鮮にも改革の動きが芽生えますが、それがカプシンジョンビョンという日本の明治医師みたいな事件なんですね。このカプシンジョンビョンの重要人物がキモキュンとパギョンヨという人物です。 この二人は当時、朝鮮の最高の天才と呼ばれていた人物なんですが、この二人は朝鮮の問題を正確に把握していました。その中で一つが、朝鮮の再生システムはあまりにもでたらめすぎということなんですね。じゃあどういうことかというと、二人が把握してみたら、朝鮮のお金の動きは必ず民主一族を通るようになっていました。これ はつまりり民主一族が国のお金をかなり着服していいたということなんですねこれに関してこの2人はコジョンにこのことを報告しますがなんとコジョンはこれをすでに知っていました知っていた上で許可していたことなんですねなのでこの2人には何も手が出せなかったんです、えー、これにがっかりした2人はお互い違う道を選びますがキモキュンの場合は答えは 日本だと判断します、まあ、朝鮮はダメなので日本に助けを求めようとしてこれで竹添という日本の方との絆ができますがもうこの話も長くなりますので後ほどチャンスがあったら動画で説明しますねただキモキュンはつまり 海外の力で挑戦を変えようと思ったんですね。で、パギョンイホンは、えーいや、海外の手を借りるよりは、自分たちで何とかやろう、えー。今のところでは仕方ないので、を信じて、 パギョンヒョ自分自身が今できることを挑戦でやってみようと判断します。えなので、パギョンヒョは自分のお金まで使って、新式の軍隊、つまり近代の軍隊を育成します。 かなり努力していたそうですが、で、これが、えー、ちょうど完成されるところに、民主一族がこれを見て、パギョンヒョお前はこれで反乱を起こそうとしているのかということで、パギョンヒョを首にします。じゃあ、ここで面白いことがありますが、パギョンヒョが自分の時間と自分の財産まで使って育成した朝鮮の軍隊が、民主一族の手に入り、民主一族は この軍隊を えー、他の人に売るんですね、まあ。売るというか、指揮官という感触を人に売ってお金を稼ぐことになります。皆さんもご存知だと思いますが、いくら立派な軍隊だとしても、指揮官がだめなら、えー、その軍隊はちゃんと動きませんね。パギョンヨとしては自分の時間と努力を、そしてお金まで使った軍隊が民主一族の言いなりになることを自分 の目で見るしかなかったんですねパギョンよとしてはどんな気持ちだったんでしょう結局キモキュンとパギョンよはずっとコジョンにこういった事実を歌い続けますがある日コジョンが面白い話をします実はよもこのままではいけないと思っている つまり、キモキュンとパギョンヒョの改革を支持するような話をしましたね。この話に確信を得たキモキュンとパギョンヒョはすぐ動き出します。それが先ほど言ったカプシンジョンビアンです。朝鮮に初めて郵便局ができるイベントに、朝鮮のヤンバン、つまり貴族がみんな参加しますが、この日にパギョンヒョとキモキュンは え軍隊を投入して、えー、自分たちに反対する人と民主一族の一部を殺して古城と王妃であった民主を拉致して改革を成功させますが残念ながらこの改革は3日天下で終わってしまいますこのカシンジョン状況だけ話すだけでも、まあ、かなり話は多いですが、えー、いろいろ問題があった改革だったんですねでその中で失、えー 失敗の原因の一つとして、古城が態度を変えたのが原因ですよ。ということだというと、この核心状病が進んでいる中、民主は何か気づいて、ちンハーこの改革と関係ありますかと聞いたら、古ンはここで、要はこの改革を支持しないと言ってしまうんですね。えこうなると、 キモキュンとパギョンヒョのカプシンジョン病は改革じゃなくて反乱になってしまいますよね。えー、この時、キモキュンとパギョンヒョウはかなり殺戮をしますが、おそらくコジョンはこの殺戮を見て怯えたんじゃないかなという意見もあります。 とにかく、個人の態度変化によって、この改革は失敗してしまって、えー、その後も、パギョンヒョは、一を免罪してもらって、その後、朝鮮のためにいろいろ努力はしますが、結局、挑戦を諦めて、日本で生活することになります。キモキュンは、日本に亡命して、日本で生活をして、 ちょっと用事があって中国にいた時に朝鮮人によって殺されてその後遺体はバラバラになって朝鮮全国にばらまかれることになりますね、まあ、この二人の話もかなり長いですがとにかく今日は古城の性格というところに注目して聞いてくださいね結局こういった古城の曖昧な態度により新と日本もこの事件に巻き込まれることになって 後には日清戦争の原因の一つになるなど結局、古城のこの曖昧な判断は朝鮮という国に親と日本の干渉を強くさせる原因になります。もう一つのエピソードがあります。その後のことなんですが、特立協会というのが朝鮮でできます。これは 国が認めた政治活動団体で、えー、朝鮮最初の民主主義の動きを見せた団体ですね。韓国に旅行などにいらっしゃった方は、この特立門は、フランスのことをコピーしたものなんですが、これをご覧になったことあると思いますが、シーンからの特立ということで、これを建てたのもこの特立協会だったんですね。 この独立協会は、先ほど言った失敗した改革に参加していた人々が重要な人物だったんです。その中で一人がシン・チェホ、そしてユン・チホですね。 で、この独立協会とは言っているものの、この人たちは王を下ろすわけではなくて、日本のようにまあ総理大臣で政治をして、王は形だけ残るシステムを主張していたので、まあ、古城としては反乱ではなかったんですね。なので古城はこの団体を積極的に支援することになります。まあ、ある意味では、まあ、古城の見方のような活動をしていたんですね。 で、そんなある日、匿名の文章が古城の手に届きます。その内容は、チョンハ実は特立協会はチョンハの味方ではなくて、チョンハを下ろして、ユン地方を大統領にしようとする団体です。という内容でした。古ンは、この、 名前も知らないこの文章を信じてしまいます。これは反逆だと言って、独立協会を解散させようとします。 もちろん、独立業界としては、これが本当かどうかは分かりませんが、公開と言って、えー、問題の解決に頑張りますが、結局、解散されてしまいますね。この時に、ユン地方は、その後いろいろありましたが、最終的には、挑戦を諦めることになる原因になりますね。えー、つまり、まとめてみると、古ンは自分の真の敵に気づかず、 見、えー、方を自分の手で排除する。かなり哀れなことを繰り返してしまいます。結局、これによって民主一族のパワーはだんだん強くなりますね。つまり、個人の問題というのは、この曖昧な態度なんですよ。誰かを信じるのであれば、信じ続けてそれを信仰させるか、決断してて何かを決めるかやったらいいのに、 A でも B でもないような態度をずっと取っているのが問題なんですね。そして結局、朝鮮が日本の手に渡るときにも、古城は王なのに、王たる者がかなり曖昧な態度をします。第2次日韓協約のときに、古城は日本の人々によではなく、朝鮮の家臣たちと話すがよいと言うんですよ。 今、朝鮮の国家というのが日本の手に渡るか、つまり朝鮮としては奪われるかどうかの運命の大事な時期に、ジョンは自分の立場をしっかりしたわけではなくて、自分ではなくて家臣たちと話せという曖昧な態度をとりますね。で、これで当時の家臣であったイ・ワニョンは日本に提案をしますね。 朝鮮という名と王の身分だけ確保してくれれば朝鮮の統治権をお渡ししますと言ったんですがそれを聞いた当時朝鮮の総督だった寺内は朝鮮という名を使うのは植民地なので不可ただし王という身分は保証しますという約束をします えー、皆さんもわかると思いますがその後朝鮮は潰れてコジョンは王皇族という身分として日本から支援金をもらいながら、えー、とても豊かな生活をしますね、えー、当時コーヒーはとても高かったんですがコーヒーも飲み放題で皆さんわかると思いますがコジョンの趣味は車を集めるのが趣味でした当時車というのは今と違ってだいぶ 高いものでしたね富川を集めたわけじゃないんですよ。本当の車をコレクションしたんですね。それぐらい金があったんです。 え当時、日本の新聞などを見てみると、この時の古城、まあ、つまり朝鮮の悲しみを描いている記事などもありますが、朝鮮の中では、先ほど言ったユン・チホの場合は、アジアの歴史上、こんなに幸せなメスボ王族はいないと評価するなど、古城、つまり朝鮮の王族の 朝鮮滅亡後の生活は決して悲しくはなかったかもしれません。 えー、だって、皆さんもわかると思いますが、真の最後の皇帝、もちろんこの方もそこまで、まあ、苦労したわけではないけれども、朝鮮の王族に比べると、かなり苦労した方なので、日本の植民地になった国の王族の中で、えー、朝鮮王族が一番豊かな生活をしていたと思います。その後、1919年1月21日、古城は起問死することになります。 えー、湿気を飲んで血を吐いて死亡してしまいました。66歳で即位して55年だったんですね。えー、これをきっかけで、31運動という独立運動が朝鮮で、えー、広がることになり、えー、日本としては厄介なことになりましたので、最近の研究では、チョを殺したのは日本ではなくて、おそらくイワニョン、または コジョンと仲が悪かった遠い親戚の異議音ではないかという判断をしていますねじゃあ今日は古ジョンの性格に集中して話をしていました古ジョンは決断力がゼロに近い王だったと思います えー、韓国のドラマなどでは、盲国の時期に王になったかわいそうな、えー、王として描かれることが多いんですが、私は個人的に、こういった大事な時期に古城が王だった朝鮮民主がかわいそうではないでしょうか。皆さんの考えはいかがでしょうか。今日の話はここまでです。聞いてくれて、ちっちゃちっちゃこまおよ。여러분、あんん。